お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、もうマルチがシーズンがもう最後ね、あと1日とかでもう終わっちゃうんですよね。21時間てなわけで、まあ、最後ね、まあ、追い込みマルチってわけで、まあ、マルチね行きたいと思います。で、僕はもうバボコが3子で、多分今季は最後までやるかな。てか、まあこの動画が上がってる頃がシーズン終わってるかもしれないんですよね。ちょうど終わったすぐかなぐらいなるかもなんですけど、まあ最後にね、まあ、このデッキを使うのももう最後になるかもしれないんでね、あの環境が変わっちゃうんでアップ出て、はい、なんで、まあ、最後にねバボカ3子でトラ上げしたいと思います。で、ゴレとかペッカが多くて今結構いいんですが、迫撃にマジで勝てないんですよね。なんかいろんなデッキ使ったんですけど全く勝てなくて、結局バボカ3子で戻してるんですけど、迫撃にマジで勝てなくてもうボコボコにされちゃうんですよね、迫撃に当たっちゃうと。だから、まあ、迫撃以外には結構いけるんで、迫撃当たらないようにね、はい、マッチングそんなことできないんですけどね、そんなできないんですけど、まあ、迫撃以外しっかり倒してトラゲしたいなと思います。で、ここのスケが前まで有能とかゴースト、まあ僕は有能使ってたんですけど、なんかスケの方が回転が速くなるし結構使いやすかったんで、今スケでやってますね。で、次勝てばまあシーズンベストかな、はい、ってなわけでやっていくんですけど、この三重子デッキが意外とね三重子に弱いんですよね。そうなんですけど、ハイボ入りの三重子だから、まあ、普通に考えたらね、理論上は三重子に絶対メタみたいな、三重子100勝てるぐらいに見えれちゃうんですけど、意外とそうでもなくて、これ多分あれだ、バルフリだ、相手意外とそうでもなくて、逆になんかババコヤとかあるし、その回転が遅いから三重子に勝てないんですよね。あとエリポンがないから、だから三子も結構しんどくて、あ、これ違う、全然違う、ロリボもない。そうなんだけど、有能とかゴーストだった時に三子への勝率がほぼなかったんですよ、ちょっとしか。けど、このスキンにしたら回転がねすごい速くなったんですよね。ちょっとだけなんですけど、まあちょっとなんですけど、カード回しってわけで回転率がちょっと上がったので、まあ、ちょっとだけなんですけど、ちょっとだけなんですけど、まあ、スケの方が三子に勝てるっていうのはありますね。なんで今三子やってて、これでペッカですね。ペッカちゃんですね。やば、待って待って、そんなターゲットの取り方しないで。おい、コウモリちゃんと処理して。誰。やばい。待って、終わったかも。やだ。これターゲットが外れて、まあ、吹きはチャッチ処理してほしいですね。さあ、相手ペッカ工場のちょっと今増えてきてるランバー型のですね。ランバー型のペッカ工場がなんか今ちょっと増えてきてるんですよね、これ。この相手のデッキ。あぶねえ！待って、あー、それはうまいわ。けど、これ相手吹きはとか付け出さないと防衛できる。OK。逆に、工場追加する。あの、吹き矢か。ライダラ来ないで。オッケー、いいよ。コウモリ。君たちならいける。ランバー処理して。オッケー、いいよ。美味しい。で、これ入れたくないけど、1個したりや。オッケー。ここで、防衛して、逆サイ工場は、まあ、ホバリングとつけていきますね。よし。相手、ライトニングなんで、多分ね。ライトニングなんで、三重子固めていきたいのは行きたいんですけど、ここ、三子受けっす。よいしょ。OK、いいよ。いい感じ。一体来たらいい。OK。で、これ逆サイにこう攻めて、で、このまま左にホバリングとコウモリをつけたい。じゃあ、ホバリング、ロリババとあれ。言ってることが全然違う。けど、相手の防衛もうまいな。うめえな。右向け。ふちる。あー、痛えー。やばい。危ないよ。オッケー。もうマジでね、焼肉かかってるんですよ。このマルチで、
焼肉をかけて戦ってるんですよね。あの雷吉さんと、よし、雷吉さんと誰だっけ、焼き鳥と天狗との4人で、やばい、待って、最悪、うーわ、マジかよー、待ってよー、焼肉がー、やばい、俺の焼肉が、ちょっと待って、危ない、まあ、でも、時間はまだなんとかあるから、そう、このペッカ当たったんだよな、さっき、これだ、なんか流行ってんだよな、このペッカ、そう、焼肉がかかってて、まあ、4人でね、トロ勝負ですね、今シーズン。ライキさん、テンゴと焼き鳥、僕の4人でトロ勝負して、まあ、シンプルに一番低かった人が、まあ、おごりですね、みんなに。なんで、まあ、焼肉だったら、1人3000ぐらいかな、高くて。普通食べ放題とか、普通の店行ったら。なんで、まあ、4人なんで1万ちょいとぐらい、出費がね、出ちゃうんで、ここはマジで負けられないんですよね。で、多分今が、みんなどこにいる、そう、僕が今一番なんですよね。もう、逃げ切りたいんですよ。だから、どこだ、焼き鳥が6号で、あと、ライキさんの天狗、多分天狗とかね、もうね、多分、あれも、あれだから、多分払ってくれるんですよね、今予定だと。そう、ライキさんが6、3、6号でも、ライキさん多分なんだかんだ最後6、6とか上げてくるから、あれ？あ、天狗といたわ。天狗と6、2だから、もう多分もうマルチやんなくても、ね、抜かされないんじゃないかっていう嫌なんですけど、まして僕、学校なんでね、シーズン終わる瞬間が学校で、チームマルチできなくて、気づいたら抜かされちゃってたみたいな。嫌なんでね。最後、まあ、6、7、6、8いっとけばもうベストなんですよね。そう。6、8いっとけばもう、勝ち確だから、だから6、8行きたいんですけどね、なかなか勝てないんですよね。そうなんですよね。てなわけでやっていくんですけども、なんならゴレがね、来てほしい。迫撃が減ったんですよ、でも。ちょっと減った。なんで？ああ、そのペッカの今のやつ、もともとがライドラだったんですけど、なんかベビドラ版になって、なんかちょっと迫撃メタみたいな。ところがなって、なんか迫撃はちょっと今減ってるんで、まあラッキーっちゃラッキーなんですけど、今のペッカに勝てないのはしんどいんですよね。この人な、この前当たった時は30使ってたんだよな、なんかロリババザップの2スペ30使ってたんだけど、意味わかんないですね。ああ、違うやん、普通に怖いや。お仲間ですね。ミラー対決で、多分スケユーのゴーストのその辺がちょっと違うぐらいですかね。よいしょ、これ多分なんかコウモリとかだよね。素晴らしい読み。あ、待って、ファイバーズした。そんなことある？やばい、これ工場使えたらやべ、やばくね、もったいなくね。だって今のホバリング残ってたらこれも全部処理できてるから、そういうとこだよな。せっかくあの、まあ、コウモリでホバリング処理してくる読みはできたのに、もったいないですね。これ、ババが置いた瞬間にあれしますね。工場ババ、コウモリやります。あ、空振った。オッケー。いや、待って、これ1個高いか。1個高いか、これ、それは。高かったら意味がない。あー、高いか。あ、出た。三重子じゃないやつだ。三重子の赤をライドラにしてるやつですね、これ。こいつも多いんじゃない？うん、間に合わないですね。いや、逆の方がやばいけど。いや、待って、なんでそんな減る？それはやばすぎん？それはやばすぎん？けどもう、ここで一気に攻めちゃえば、多分相手苦しいんだよな。で、今、ロリババ転がしたから、スケルトンも追加して、オッケー。あー。おっと？バブリアン優秀ですね。よし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 。コウモリ無双ゲーですね、このデッキお互い。相手は三十子がなくて、三十子の枠がライドラ。
で、僕の好きな枠が、何だったっけ、言うのか。だから結構、あれ、ホバリングに5っていいと思うんですよね。けど、やばい。打っちゃうか。邪魔だ。で、多分、そう、ない。三振がないから。あと、これ耐えるだけ、耐えるだけ。逃げ切りたい。マスケ生きろ。オッケー、完全やるな。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。バーバリアンが、バーバリアン、バーバリアン。バーバリアン、オッケー。いや、いて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 、やべ、やべ、やべ。これ多分、コジョババ来るから、ファイブだけ構えとけば、大丈夫。あ、そっちか。けど、ここで、ファイブですね。オーケー、勝った。よし、グッドゲーム。さっき負けたんか、さっき負けたのか。いや、痛いな。さっきのペッカは相性いいから勝ちたいんですけどね。6692ちょい減ったぐらいですね。まあこれ勝ってとりあえずシーズン最低いけばなんとかなんだかね、いい感じかな。68、多分今季7000出るか。1人2人はいきそうですね。うわー、で、まあ次がね、次が、どうなるかな。普通に考えたら、環境がまた変わるから、クロス環境だと思うんですけどね。なんかアーチャー強化だから、スケラとかも結構いいと思ったんですよ。スケフリとか。でも逆にアーチャー強化だから、スケラ防衛されちゃうんですよね。そう、アーチャー入りのスケラデッキとか強くなると思うんですけど、結局、アーチャー増えたらスケラがしんどいし、さらにクロス増えたら、スケラクロスにめちゃめちゃしんどいから、で結局今季マジでスケラ今いないんですよ。多分グローバルトップ50の中ではまあ1人いたかな。1人、あーでもジャイスキャラとかいるのか。普通のなんか普通な感じのスケラとかはほぼいなくて、ジャイスキャラがちょくちょくと、チェーンスケラが本当に数人かなぐらいはいたかもなんですけど。待って、ファイブがつかめない。やばい、オッケーオッケーオッケー、これ好きでやめろ。オッケー、守った。はいはい。で、相手のババが1個高いですね。でも僕と同じ位置に置いてるの。1個低ければ逆サイ工場があの、まあ、ぶっ刺さっちゃうんで、ね、それプラスのコウモリで終わるんですけど。待って、この人あれだ、多分ない、あれがない、どうせあれがないでしょ。30死だから俺が3死展開した時に困るんですよ、この人は。ババが出てくれねえかな。これちょっと延命したいですね。オッケー。でもこれ多分ファイボーかな。かゴーストとかあったら。オッケー。これでもうコウモリ追加して終わりだ。頑張れ。頑張れ。マスキッティーや。オッケー。なんだ？なんだ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 。ファイボー。オッケーオッケーオッケー。いいですね。もうこのコウモリがやばい。ナイトにターゲット取ってるのこう。時のコウモリが強いですね。オッケー。まあ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 、まあ、はい。てなわけで1100で、このババガをしっかり上に置いときたいですね。逆サイ工場でガインが入って、あのガインでもう700、800持ってかれるんでね、ガインさせなければ勝ちですね。ファブとか削りっすね。よくないかな。やばい、待って、なんかロリバー僕の会社ミスった。まあいいや。で、後ろから三視展開しとけば無双だから。で、コウモリでホバリング処理、イチャイチャしてくれたらいいよ。オッケー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 、いい展開、めちゃくちゃいい展開で、このまま逆サイ攻めて真ん中ホバリングからの左にロリバーでプラスしてコウモリも付け加えて、オッケー入った、オッケー、マスク入ってる、勝った、よいしょー。まだまだだね、ババクロの使い方。まあ置いてるだけだけど。よしよし、順調だ、悪くないですね。悪くないけど、しょっぱなな、あれ勝ちたかったっすね。まあまあまあ、これでシーズン最多で言うたら80位とかなんですよね。あ、73か。そう、そんな高くない。上が68、あれ上で100ちょっとしか離れてないんですよね。140離れてて、
70違ってやばいですね。100上げたら一気に50ぐらいランク上がるから。だけどまあ頑張れそうですね。はい。よし、てなわけで、今日は以上かな。やば。同じやんけ。同じやんけ。並び順でさえ同じやんけ。はい。てなわけでね、今日は終わりにしたいと思います。これ、マジで、あ、でもシーズン終わってるか。シーズン終わってて、ワンチャンでも使えないこともないですね、来季。クラスが増えれば全然強いんで。まあ、またその時はちょっと変わった形になるかもなんですけど、またバブが3しね。はい。動画上げれたらいいなと思います。ってなわけで、本日はね、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、バイバイ。